バラガ原子力発電所は、アラブ首長国連邦、アブダビ西方 270km のペルシャ湾沿岸に位置する湾岸発の原子力発電所。計画されている4機のうち1機が2020年8月より稼働中で、残りについても建設が進められている。アラブ首長国連邦では、2000年代に入り、電力需要が増加したため、原子力発電所の建設が模索された。 各国の企業体が受注を進めた結果、2009年に韓国の企業連合が韓国標準型原子炉4機による原子力発電所を186億ドルで受注することが決まった。この契約に基づき建設された発電所がバラカ原子力発電所である。当初、1号機の完成予定は2017年とされたあと2018年以降に順延されていたが、 2020年8月1日に創業開始した。2号機は2020年7月14日に完成した。4機すべてが稼働すれば、同国の電力需要の25%を供給できるという。原子力発電所の受注は、フランス、アメリカ、日本の企業連合体と争う中で、韓国の企業体が落札。落札にあたっては、格安の工事費に加え、 何らかの不対条件があったものと推測されており、2010年の韓国国会国防委員会では、半奈良党議員が UAE 側との密約の有無を追求する場面もあった。なお、2017年以降、文在寅政権が李明キヒロ政権時代の政策を洗い出す中で、UAE の有事の際に韓国軍が自動参戦する自動介入条項を盛り込んだ。 秘密軍事協定の存在が分かり、国会の承認を得ずに、軍事同盟を締結した憲法違反であるとして、波紋を呼んだ。韓国側は、バラが原子力発電所の完成後に必要となる長期整備契約について、韓国製発電所の整備に実績のある韓国企業が随意契約で受注する想定をしていたが、UAE 側は2017年、 長期整備契約を国際競争入札で決定する方針を確定。韓国側のプランは揺らぐこととなった。2018年末には UAE 原子力公社の幹部が訪韓し、韓国側の企業に入札時の提示額を低くするよう、釘を刺した。2018年12月、前年の段階で産後大き格の建物の コンクリート壁でグリスの漏出が発見されたことが報道された。格納建物のコンクリート壁は内部に天丼を張って強度を高めたプレストレスコンクリート製であり、グリスは PEC 光線より線の腐食を防止するために封入されている。グリスの流出がコンクリート壁の亀裂によるものであれば、コンクリート壁の強度が低下している可能性もあること。 また長期的に見れば、PEC 構成より、線の腐食が進行した場合、プレストレスコンクリートとして想定している強度が得られなくなる可能性もある。2009年のアラブ首長国連邦と米国の代表者の間の平和的な原子力の分野における協力に関する2国間、協定2020年7月現在、全体の竣工率は 94%2020 年7月に1号機で、 核分裂が開始され、2020年8月1日に臨海状態に達した。1号機は2021年4月6日に商業運転を開始した。ありがとうございます。